日は父の日です。ではお兄ちゃん、今日はどこからお越しですか？大阪、ありがとうございます。じゃあお父さんとお姉ちゃん、お父さんに何かメッセージをお願いします。ありがとうございます。次お姉ちゃんにももらいたいと思います。お願いします。いつもお仕事頑張ってくれてありがとう。ありがとうございます。皆様大きな拍手をお願いします。温かいメッセージありがとうございました。じゃそれを聞いてお父さん、ぜひお子様のメッセージを受けて何か一言お願いいたします。あなたに言われて恥ずかしい。ここまで何もなく育てます。はい、素敵なメッセージをありがとうございました。樽が危ないになってくる。父の日、一日楽しんでいってください。はい、それでは次のご家族の方にもお話を伺いたいと思います。おはようございます。おはようございます。はい、元気な言葉ありがとうございます。じゃあお姉ちゃんからお父さんへ日頃のメッセージをお願いします。いつもありがとう。ここに来るのとっても楽しみです。ありがとう。皆様大きな拍手をお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。ではお父様、お二人からのメッセージを受けてどうぞ何か言葉をお願いいたします。それでは歩きたいんだけど、で今日みんなついてくれて喜んでくれてすごく嬉しいです。ありがとうございました。どうぞ一日アドベンチャーワールドで楽しんでいってください。ありがとうございました。皆様も日頃の感謝の気持ちをお父さんに伝えてみてはいかがでしょうか。そういう際はぜひ先ほどご紹介しましたブリーディングセンター入り口と立候補者2階イルカのモニュメント前に設置しているフォトクロップスでお父さんへメッセージを送ってみてください。それでは最後に会場にいる皆さんで永明へ日頃の感謝の気持ちを込めて「永明いつもありがとう」と大きな声で伝えましょう。私は永明いつもと言いますので、皆さんは続けてありがとうと大きな声で一緒にお願いいたします。それでは皆さん行きますよ。永明いつもありがとう。皆様ありがとうございます。きっと永明にも届いていると思います。以上をもちましてジャイアントパンダ永明の父の日イベントを終了いたします。アドベンチャーワールドはおかげさまで開園40周年を迎えました。心にスマイル、未来創造パークをテーマにこれからも頑張っていきます。それでは皆様、この後もアドベンチャーワールドで素敵な時間をお過ごしください。ありがとうございました。